由美さんの罵声を携帯で撮ってるところですかコーヒー持ってこいでしたっけ。あれ普通コーヒーだろ普通コーヒーだろですよね。あれがほとんど一発本番でしたよね。そうですね。何をどうするかとかあんまなかったですよ、ね。決めてなかったです。私も結構事務所をめはちゃめちゃにしちゃったので,で、ね、現状復帰が難しくて一発オッケーだったっていうのもありましたかね。 あそこはもうこだだい大好きというかき気持ちよかったですね。僕は <laughs> もうマイクをこうおく口元にこう録音部さんの気持ちにこうなりましす。<laughs> ススススっていう炎上系ユーチューバーの方が演説のところに来てあのまあ私に対してこうまあ炎上をさせようとする企みを持ってこうインタビューに来て た時にブチ切れるシーンがあるんですけど、なんかちょっと気持ち良かったなあ。あでもあのあのシーンはなんかこう、うん、すごくスカッとするシーンでありましたし、講演会の方 vs ゆみさんのシーンとかもめちゃくちゃ好きで、僕あの廊下でずっとお茶出すの待ってたんですけど、ああもうそこでその怒号だけ聞こえるんですけど、それがまた面白くて <laughs> はい。ずっと笑ってました。ありがとうございます。